本日のワインはこちらです。どうも皆様、ゆきおでございます。今日もゆきおとワインをやっていきたいと思います。最近ね、この前、去年かヨーロッパ旅行した時の Vlog がね上がってるんですけども、最近はですね、ストラスブールですね、フランスのストラスブールに行った時の動画を上げております。で、まさにそこの動画でワインショップに買いに行って買って紹介したワインたちのワイナリーの中に、この今日紹介するワイン、ヤニックのワインがありました。はい、というのもですね、ストラスブール行った時はワインショップに行って、まあこのアルザスのワインが欲しいですって話をした時にお勧めしてもらったワインがこのヤニックの白だったんだよね。まずね、その白ワインがあって、それを買って飲んだらもうめちゃめちゃ美味しくて、うわすげえ作り手だと思って、もうその時はね、日本に入ってる、入ってなかったと思ってたから俺はね今ここにあるんだけど。でそれで買って、すごい白が美味しくて、それあのゆきおとワインのその2022年、去年の、まあ、その総集編みたいなの中にも心に残った一本ということで紹介してるこのヤニックの白があるんだけども、その白も美味しくて、でさらに赤を作ってるって話をその時にも聞いてたから、後日またそのワインショップ行って赤ワインくださいって言ってね、赤ワインも ありますかって話をしたら、まあ、1本あるよって、1種類あるよって言われたから、それもじゃあくださいって言って買ってきて、でそれもゆきおとワインで紹介してます。それが夏頃の話。そして時は過ぎ、秋ぐらいになってきたら、なんかあれと思ってネット見たら、あれヤニックのワインが日本に売ってるなって思ったら、ちょうどその秋ぐらいの時にもう日本でもその取り扱いを開始して販売が始まってたっていう、そういうこと何を言いたいかというと、フランスでやった、日本に入ってんだ、まだ日本に入ってない若い作り手のワイン見つけたとね、うわなんか先取ったって一瞬思ってたんだけど、日本に入ってきてましたって話ねこれどっかでも話したな。それで、ね、ドメーン・デ・フレールっていうパリのワインバー、ワインバルみたいなところですごい美味しくて、これは発見だと思って、それはね現地で買って帰ってきたんだけど、を紹介したら日本にも入ってたっていうね、そういうまたね、なんかね、そういうこともあって、まあ、同じような現象がこのヤニックにも起きたんだけども、まあそれぐらいね、すごいいい生産者なんじゃないかなと思ってね、今回はこの赤かな、3種類出してたのかな、その向こうで買った白で、向こうで飲んだ赤がピノノワールだったんだけど、で、もう1種類の赤、この3種類が2020年のキュベになるんだけど、2020年がもう初ヴィンテージなんだよね。だからまだまだ全然新しい作り手なんだけど、日本にも来たことがあって、日本の酒蔵でも修行したし、なんかワインバーとかのお手伝いしてたみたいで、なんか日本の方もすごいこのヤニックを知ってる方も多いらしいんだけど、僕は直接は会ったことないんだけどね。でもまあすごくやっぱり、そう聞くとまたさらにね、うわちょっと興味深いなっていうところもありつつ、この赤をね、まあ楽しみにしてましたなんか片言になっちゃったとりあえず飲んでいきましょう。ゆきおとワイン。はい、色合いはね、まあでも淡いけども、まあでも中心しっかりしてる感じかな。全体的にすごくねいい感じ、まあナチュラルな雰囲気出てますね、うん、紫もあるかな。それでこのヤニックがのワイナリーがある場所がですね、まあ、この前行ったね、このストラスブールの近くかなにあるこのロスハイムって場所があるんだけど、このロスハイムらしいです。で、この南の方行くとコルマールっていうね、まあ町があるんだけど、アルザスで行ったらちょっと北の方になるのかなっていう感じだね、うん、でブドウ品種が、ピノノワールとピノグリとのことです。まあどちらもアルザスの品種だけど、まあ一応ピノノワールはまあ、黒ブドウ、赤ワイン作る黒ブドウで、ピノグリは、まあ、一応白ブドウにはなるんで、まあこの黒と黒ブドウ白ブドウを混ぜてるっていうタイプになってます。まあでもピノグリは結構皮も色がしっかり
かませばつくような品種だし、まあそのね、そういう赤と組み合わせるっていうのも、まあやってる方もいるよね。うん、なのでまあそれも面白いかなと思います。どんな感じでしょうか。ちょっとね、今日声大丈夫かな。昨日ねちょっとねフェスがあってフェスといっても音楽フェスとかじゃないんだけど、ワインのイベントのね、ハラペコフェスティバルというね、非常に楽しい楽しいイベントがありましたので、それでね話しまくってね、一応喉が来てるけど大丈夫かな。はい、ということで、飲みたいと思います。くぅ、やにくぅいい香りいいね、やっぱり。なんだろう、もうナチュラルな、もちろん生産者なので、まあもうちょっと野生的なフルーツとかもあるし、お花もあるし、なんだろうこの優しさ、優しい、すげえ、やっぱすげえ。うん、でなんかこの全体的に優しいし、まあそのね、すごいピシッとした張り詰めた緊張感とか、そのなんかこ のミネラリーとかなんかそういうのではなく、なんか本当に優しい、このふわっとした優しさがあるんだけど、それがもう優しいだけで、このなんていうかな、まとまりがないじゃないかな、このあふわふわふわっていう、このふわふわっていうだけではなくて、優しいのもあるけども、全体この引き締まってる感じも、なんかなんていうかな、まとまってるって感じもあるし、なんていうかな、この絶妙なバランス感覚すごくいいです。わお、おう、大好き、まあ、この本当に野生のフルーツとか、その、まあ、自然の中にあるそのお花とか、ちょっと草土というか、そういう香りもあるんだけど、だからそういうのも全部含めて、この一つのやっぱりこのワインになっているまとまりっていうのが、もうこれまあ本当に、ね、なんかこの何も考えず飲んでいくっていうタイプなのかもしれないけど、なんかどうしてもこのどういうワインなんだろうっていうことで、ね、いろいろ話したくなっちゃうっていう、もう本当に考えずにね、頭で考えないでこの感じろみたいな、 Don't think feel 的な感じのワインかもしれない。これはまあアルコールもすごい低いというか 11% だったんで、うん、ガブガブ飲んでくださいっていうタイプだと思うんだけどね。いただきます。おぉ、スルスル、意外と酸はあるんだね。あ、もうジューシー、ジューシー、この一言に尽きる。ジューシーで酸があるから、もうスイスイですよ。もうすすいのすいでいっちゃうね、これは飲んじゃうね。今ね、12時前なのねまだね、お昼12時前で、これからね、ワイン飲んでお昼ご飯って感じにしようと思うんだけど、これ昼で1本いっちゃうんじゃないかな夜ももう1本開けるパターンかな今日、楽しみ飲んで食べることしか考えてない休みの日はいやー、いい香りだね、すごい。でもこの香りに反して味は結構もっとね、このスルってね、ジューシーっていう、なんか香りはなんか要素が結構強かったから、ちょっと複雑味がある感じの味わいになるかなと思いつつ、でも酸が高い分結構ねスルスル飲めちゃうっていうか、非常に美味しい。まあアルザスだからね、フランスだと北の方の地域だから、この酸っていうのはまあ非常に重要な要素だし、この地域のね特徴を感じる部分では、この、うん、まあ、フレッシュな酸というか、ちょっと冷涼な雰囲気っていうのは他の地域よりは出てるのかな、うん、まあその北っぽい雰囲気やっぱりあるのかもしれない、うん、なるほど。こういうふうに考えてくると、やっぱりねアルザスのその赤、まあ、赤なんだけど、まあ、白ぶどうも入ってるからね、まあ、比率は分かんないんだけど、でもすごくこのね、上品さと綺麗さっていうのを感じる、いいワインだね。なんかもうほんと、うん、それこそもう昼間からさ、今日みたいに日本ガブガブやってね、友達たちとまたね集まったりして飲む時の毎年は最高じゃないかな。一本じゃ足らんなこれ。まあまあ今日二人だからね。今まあまあまあ一本足りる、足りるか。今日一日かけて飲んだら多分すぐ終わるな。なんか今日のワイン足りるかどうかの心配しかしてない。さあということで今日はねおつまみも用意していただいてますので食べていきましょう。
本日のつまみはアンチョビポテイト、大好きなポテイトと、奥様特製のカンパーニュはトラディショナルっていう、小麦粉を使ったパンです。他になんかいつもね、いろいろあのライ麦とか全粒粉使ったりするんだけど、今回はねほぼほぼこのトラディショナルのみで作ってる感じ。なんか、ね、気泡の具合もなんかいつもちょっと違う気がする。で、発酵バターもう完璧、最高です。いただきます。ポテイト、うまい、止まらん、うん、うめえ。食事とか、まあ、つまみとワインが合う。さあ、パンはなんかちょっと、うん、やっぱり香りの立ち方もやっぱりね、あの他をあまり混ぜてないっていうことでシンプルな感じだけど、ああいい香り、うん、香ばしい。こっちの皮の香りとちょっとそのルヴァンっていうね、あの酵母のなんかちょっと乳酸的な香りなのかな、もあります。非常にいい香り、なんかシンプルだからいいかも。バターつけていただきます。スーパーうまい、めちゃめちゃ合う。バターも美味しいけど、ね、パンのね、これシンプルなのがやっぱ美味しいよね。シンプルな方がなんかどんどん食べれちゃう感じがする。軽いっていうとあれかもしれないけど、なんかもうねサクサク食べれちゃう感じ。美味しい。ちょっと今もう一個食べていい？最高です。もう一つだけいい？もう一つだけいいですか？芋食べちゃったからね、うん、合わせないと。素晴らしいワインです。そして素晴らしいおつまみ、これはもう最高の休日です。声大丈夫？やばい。うめえ。これだよ、これ。幸せってこれ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。現在ご紹介したワインはこの、フランスアルザスの、ヤニック・メッケール、メッカートだっけ、はい、どっちだっけ。で、あの前やった時はあの日本語の名前が分からず発音で聞いた中でのこの読みしかしてなかったから、インポーターさんの資料によるヤニック・メッカートですね、すいません、ヤニック・メッカートのドゥ・クルール・ルージュというね赤ワインでございました。はい、幸せ。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。Twitter とね、Instagram もやってるのでそちらをフォローしていただけると、私がハッピーになりますのでよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もありがとうございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。